中立島は東京都小笠原村にある無人島。小笠原諸島の内最北に位置する向島列島の中ほどに位置しており、同列島北部の向島と同列島南端の嫁島の中間に位置することから、中立島の名がついている。父島から船で所要約2時間、北西約 5km の地点に向島列島の首島である向島がある。 当初は無人島であったが、明治時代に入り移住が進められ、1907年には人口27人を数えた。島では牛やヤギの放牧、サツマイモ栽培などが営まれていた。しかし、徐々に自島者が増加し、1944年の小笠原諸島からの民間人引き上げの時点で、すでに半無人島化していたという。現在は完全に無人島化しているが、 野生化したヤギが増えた結果、植生が損なわれたため、ヤギを駆除した上で、植生回復事業が行われている。クロアシアホードリなどの海鳥が映像している。また、2014年5月12日には、アホードリとみられるヒナが発見され、また2015年2月環境省や東京都などの調査で中立島に生息するアホードリのつがいが発見され、 山品鳥類研究所がこの津害の羽毛の DNA を研究機関で解析したところ2014年5月に発見されたヒナの羽の DNA と共通点が見つかり親子関係が証明されたこの津害は小笠原への繁殖地形成計画で向島に移送した個体と鳥島の個体と見られ戦後初の小笠原諸島でのアホードリの繁殖となった中立島には 小笠原チビクワガタのアシュのナコード島チビクワガタというアシュが存在する。移入されたヤギにより植生が損なわれ、日本産で最も入手が困難のアシュのクワガタムシとされている。小笠原諸島は世界自然遺産に登録されているため最終禁止とされている。ありがとうございます。